松平新勤、吉井新勤は、江戸時代末期の大名、上野国吉井藩第十代の藩主、高塚佐松平家十二代。慶栄六年一月二十日、では国与ネザー藩主、上杉成則の逸尾として生まれる。蔓延元年五月二十日、上野国吉井藩主、松平新発の養子となり、現時二年三月二十六日に、 新発の隠居に伴い家督を相続する。同年3月28日、将軍、徳川家持に配慮する。慶応4年2月22日、松平政から吉井政に改める。だが、その日に、寮内で大規模な世直し一期が発生し、翌日には、一期勢に吉井塾がぶち壊されて、吉井陣屋を包囲される直前で、 一気税の要求をすべて受け入れて撤退させた。慶応4年2月、重心を上洛させて、新政府に標準の姿勢を示した。同年3月、新政府軍に兵糧などを献上した。明治2年6月24日、吉井藩知事となった。同年12月26日、藩知事を辞職し、吉井藩は岩原県に合併、廃藩となった。 明治12年8月4日、隠居して、満3歳になる長男の死んだからに家督を譲った。ほどなく、吉池を離席し、実家の上杉家に戻った。同年9月2日に、上杉本家から分家し、平民になった。明治41年11月22日に56歳で、不即居した。墓所は、米沢の臨戦寺上杉家奥方墓所奥の区切られた一角に、ある。 海名は、誠武印伝聖堂、源現佐都市古上杉家は、この金一が継いだ。松平新金に関するカテゴリー。ありがとうございます。